ありがとうございます。YouTube チャンネル始まるよ。テーブルブラシ中国製。こんにちは。今日ご紹介する商品はテーブルブラシ中国製、パンくずなどのねお掃除柔らかブラシです。あと服とかね、あの髪切った際にこう顔とかいろいろな用途でお使いできます。詳細見てみましょう。よいよい、酒飲む。品名テーブルブラシ中国製、テーブルの上のお掃除とか、あと窓枠や幅木などちょっとした段差に、テレビの裏など細かい溝とかね、いろんな用途を使ってください。材質、絵が天然の木のポプラです。ブラシポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート。サイズ約縦 230mm× 横 143mm×厚さ 18mm です。じゃあ実際見てみましょう。よいよい、シャケの。はい、実際です。いつもなんかここね汚く見えるんだけど、カメラでは汚く見えるけどね、実際目で見たらそんな汚くないんだけどね。このテーブルブラシで履きますね。うん、これちょうどいいわ。今日ここでね掃除ということで、これも良い商品なんで、なんか汚いね、やっぱ黒だからね。でこれも良い良い、エンディングです。したくなる。エンディングです。いかがでした？テーブルの上ブラシなんでね、テーブルの上の掃き掃除や、服とかね顔とかにもいいと思います。まあいろんな用途でお使いできますので、お試しあれということでよろしくお願いします。じゃあこれもいいんで、よいよい、じゃあグッド評価、バッド評価、グッドバッド、コメント待ちます。チャンネル登録、こちらいつもありがとうございます。過去の動画も特段にやっておきます。じゃあ課金課金ダブ格好わらあいこちゃんけしゃきまん、バイバイキングのクイーンキン、風邪コロナに気をつけて、また次回も見てね。しゃきまん。Yo, yo, yo, yo.